いてみます。まず流し角を書いて、そしてその対角線を結ぶ。ここから立ち上げた、これですね。それを延長したこの線が、このボートの中心線です。では、この中心線を見ながら、こちらに向かって見える立方体を描きましょう。こうですね。中心線は少し上に反らせます。そして、その中心線の先端と、この立方体のこの角のところですね。これを結びます。これが、船のへさき、要するに先端になるんですね。そしてこのように斜めに形を下ろして結ぶと、ほら、船になったでしょ？ね、これはどのような船でも大体こういう基本形ですからね。これをしっかり学んでくださいね。余分な線を消したら、ボートですからね、こう座るとこの板を描きます。そして、オールの位置を決めて、あとはね、水に映っているボートの影を描きます。こんな感じかな。では、塗ってみましょうね。今日は白いボートですので、ちょっと暖色を塗って、下の方ね、ボート丸みを帯びているので、ちょっとこのくらい暗い感じですね。